先制点取られたんですけど、まあ、自分たちの特徴を出していけば、まあ、逆転できると思ってたんで、まあ、自分たち信じてやった結果が4点につながったと思います。まあ、自分が点取れるのは周りのパスのおかげだと思うんで、まあ、チームメイトに感謝しながら、まあ、これからも調子上がってきたんでもっと点取って勝っていきたいと思います。まあ、シンガポールカップはまあ、国外のチームともできるんで、まあ、いい経験ができると思うんで、まあ、優勝目指して頑張りたいと思います。